常年司チャンネルニュースの虎川ガオー、はい、始まりました。皆さんチャンネル登録お願いします。今日はね、桜井よし子先生のね発言が注目されているんで取り上げたいと思うんですよ。どんな発言かというとね、これね多分昨日のプライムニュースだと思うんですけどね、僕ちょっとすいません、プライムニュース見てなかったんで、ツイッターで上げられてる画像なんですけど、まあプライムニュースであることは間違いありません。桜井よし子さんがですね、このようにおっしゃいました。私もワイドショーを時々見るが、悪口が第一に来る、事の本質を伝えていない、この2つが目立つ、事の本質を伝えて批判するならまだしも、本質を捉えずとにかく悪く言う、日本のワイドショーはいつからこんな意地汚く意地悪くなったのか、公共の電波なので検証した方が良いという発言をされたそうです。これね、なんで私取り上げたかというと、最近ね勝手に副音声やってまして、よくワイドショー見るんですよ、久しぶりにね、最初から最後まで。確かにね、桜井先生のおっしゃる通りですね、最初から最後まで悪く言おうとしてるっていうのも見え見えでね、演出もその VTR からしてかなり作り込まれたものっていうパターンが多いですね。勝手に副音声でね、羽鳥慎一のモーニングショー、それからワイドショーって言ってるのかどうか分かんないですけど、報道ステーションね、とかバイキングとかサンデーモーニングね、この辺見てきましたけれども、まあそれぞれ特徴のある番組ですが、それぞれの特徴はですね、なるべく政府批判に矛先を向けようというかですね、桜井先生おっしゃるようなことの本質を伝えていないっていう部分はね非常にありますね。例えばね、昨日の羽鳥慎一のモーニングショーで給付金をねもらいすぎだみたいな、なんかそういう印象操作があったんですよね。ほとんど開店休業状態のスナックをやっているね自分の母が、売り上げなんてねもうほとんどないし、家賃も5万円ぐらいしかかってないのに最大180万円ももらってしまう、辞退した方がいいと言ったのに都の職員からもらってくださいって言われましたみたいな、そういう VTR 流すんですけど、事の本質って多分そこじゃないじゃないですか。確かに急いで配ればそういうね本来もらうべきでない人もらってしまうかもしれないんですよ。そりゃそうですよ、急いで配るんだからさ。でも事の本質は飲食業界全般に緊急事態宣言で協力要請するわけですよね、休業のね。それで潰れてしまったら元も子もないわけじゃないですか。だって流行り病なくなればまた営業してもらわなきゃいけない人たちだから、その人たちにつなぎの資金として融資じゃなくてね給付金という形でお金を出して、なおかつこれ課税所得なんですよね。もし従業員のね給料とか家賃とかに使わないでプールしちゃったら、決算の時にですね利益という風に判定されて税金取られるわけですよ。そういうお金として配りますっていう話をしてるのにさ、そんなね使用抹殺のうちのお母さんはもらいすぎてますみたいな話したってさ、それ事の本質じゃないじゃんということなんですね。桜井さんはですね、先ほどの発言に続けてですね、このようにも言われたそうです。ニクソンやレーガン、オバマによって富を奪われた中国関与の流れの中で、トランプが変えた、中国は知財を盗むとんでもない国だと誰も言わなかったことを言葉に、ウイグルや香港、チベット弾圧も許さない、日本に引きつけて言えば拉致は許さないという当たり前のことをトランプさんが言ったというこの本質ですよね。ここ全然触らないんですよ、ワイドショーは。とにかくね、いろいろある論点の中で、例えば政府批判につながるような論点ね、行政が怠慢だみたいな、そういう論点、そういうところばっかりほじくり返してですね、その本質の部分というところを全然取り上げてない。もうこれはねもう桜井さんに言われるまでもなくですね、もうよく言っていただいたという感じですけれども、言われるまでもなく、もう以前からずっとこんな感じだったということです。ワイドショー見ててね、たまにいい意見あるんですよ。私もね見ててね、青切選手ですらですね、たまにいいこと言うんですよ。もしくはマスコミ批判のブーメラン投げちゃったりとかね、たまにはするんですけど、全般的な論調はですね、基本的には政府を批判する。例えば今回のね流行り病のケースで言うと、なんで PCR 検査をね毎週国民全員にやらないんだみたいな暴論に近いことをですね、玉川徹さんあたりは言ってるわけですよね。そこまでは具体的には言ってないかもしれないですけど、とにかく検査を増やせ、検査を増やせ、検査を増やせば病気が減るみたいな珍妙なロジックをですねずっと唱えてるわけですよね。むしろ検査を増やすことによって、無症状の人まで検査すればね、偽陽性も含めて陽性者が増えてしまうと。しかもその陽性者が増えることによってね、医療現場むしろ混乱するのに、玉川徹さんはその辺をちっとも検証せず、何度もフィジカルに批判され論破されてもですね、同じことを繰り返して電波で垂れ流していくと。嘘でもね100回言ったら本当になるっていうね話がありますけれども、すでにねもう論点として終わった話をですね繰り返し繰り返し言い続けると、これ公共の電波としていかがなもんかというふうに思いますよね。桜井先生のねご指摘はね本当ごもっともだなと思います。その中でもね一番よくできてるのはやっぱサンデーモーニングですよ。サンデーモーニングはねやっぱね関口さんの事務所が全部仕切ってますし、女子アナも局アナじゃなくて全部サンケイさんに所属している、関口さんの事務所にね所属しているフリーアナウンサーらしいですね。だからもう完全に打ち合わせがよくできていて、 VTR の原稿を読む時点からもう非常に厳しい表情で攻撃的な読み方をしたりと、その中で関口さんがパスを回して一人一人政府批判の現地を引き出していくと、たまにね言われた通りの動きをしなくてね、関口さんがみたいな感じで不満丸出しにして、じゃあ CM みたいなパターンもあったりして、そういうのね昔ね虎ノ門の BTO なんかでも取り上げてネタでやってました。
けれども、そういう作りに今なってるってのはこれ事実ですね。だからテレビだけを見るっていうことは非常に危険なことだなというふうに思いますが、じゃあネットに真実があるかっていうとね、これも結構微妙なんですよね。最近ネットに真実があるかどうかっていうことについて言うとね、ちょっとネットの敗北が続いてる感じがしますね、私に言わせてもらうと。いやー、これは本当ね、我々新たな時代を迎えてネットがあれば全て検証できると思ったんですが、検証するにはですね、それなりにこの情報をフィルターする能力というのがやっぱ求められると。倉山充の言葉を借りればね、インフォメーションじゃなくてインテリジェンスですね、こういったものが求められるんじゃないかなというふうに思います。そういう意味でね、ネットとかあとテレビとか新聞とか、新聞はただじゃないけれども、ネット等にですね、ただで転がってる情報だけを集めてですね、何かを知ろうとするっていうのはちょっと危ないかなと。ただでもいいんですけど、ただだからいけないということでもないんですけど、ネットとかテレビとか、要は手の届くところにある情報だけをですね、組み合わせてそこで何かこれが本当だとかやるとですね、ネットって結構最適化されてますよね、あなたの好みにね。なんでこうエコーチェンバーの中からですね、情報をただ引っ張り出してるだけで、全然違う側面には全く目が向いてないっていう可能性もあるんですよ。なのでやっぱね、教養って大事なんて、まさにインテリジェンスですよね。教養って何かって言うと、やっぱ本を読んだ方がいいんじゃないかなと。本はね、いろいろ面白いことが書いてありますよ。古典と言われるような本も含めてね、ぜひねお読みいただくのがいいかなと。ネットで転がってる情報でもいいけど、原点に当たるってことはすごい大事かなと。例えば政府の発表があって、その記事になってるんだったら、その元ネタになってる発表もちゃんと読むっていうことをね、しっかり丁寧にやっていかないと騙されるし、それで踊らされるとね、良かれと思ってやったことも利的行為になるからね、マジで。向こうはね、揚げ足取りの名人だから、こいつデマ言ったとか言ってやるのすごい得意ですから。でもテレビがこういうさ、ボンミスを犯しまくっても全然攻撃しないでしょ。非常に不公平なんですよ。だからこそ我々非常に気をつけなきゃいけない。ただでさえ向こうは揚げ足取ろうと思ってこっちを狙ってるわけですよ。向こうは狙ってるんですよね。こっちからもテレビの揚げ足は取りまくってますけど、よかったら勝手に副音声見てほしいんですけど、僕はもう一生懸命やってますけど、なかなかねここはね難しいところです。だからぜひね、皆さんもね、情報を取るときにね、自分の周りに転がってるものだけではなくて、なかなかこう手の届かないところ、反対の意見を言ってるような人のところにも行ってですね、情報を取るのはいいのかなと。最近私だからワイドショー見始めてね、とてもじゃないけど自分じゃこんなコメントしねえだろうなみたいなコメントをしていて、それをゴールとかね、イエローカードとか言って茶化してやってますけど、反対のこと言ってる人がなんでそういうこと言うのかっていうことも含めてね、一応ここのエビデンスも検証しとこうかみたいなね、相手にこういう風に多分返されるからここも調べとこうかみたいな感じで、自分のね知識共有を広めるためにね、反面教師多山の意思としてですね、大変役に立ってると。言い過ぎてね、毒されちゃうのも良くないですけれども、相手のね反対の意見を言ってる人の意見を聞かなすぎるというのもですね、これもまた問題があるので、私は今 YouTube のネタにね、勝手に副音声のネタで見てるんですけれども、たまには見るといいかなと。いい面もあるなと。もちろん染まらないですよ。だって染まってる人がゴールとかイエローカードとかお前退場とか実はやらないと思うんで、染まってないの皆さんお分かりだと思うんですけど、染まらずにね自分をしっかり持ってみて、まあでも20回に1回ぐらいはまともなこと言ってたりもしますよ。あ、この人ちょっとまともな部分も残ってるんだなみたいなのも感じつつですね、いろんな情報を入れていくことが大事かなというふうに思います。読書ね、ぜひやってください。例えば経済の話なんかね、周回遅れの話を何回もしてるんですよ。岩石理論とかさ、実質賃金がとか未だに言ってるやついるから、もうそんなもんさ、経済学の基本書を読めよって話ですよね。そんなね、身の回りの情報を引っ張ってきてさ、それで経済分かったような気になってるってのはどうかなと思うんですけどね。相変わらず岩石理論言ってる人にはね、だったらさ全力で日本国債売ったらどうですかとかね言うんですけどね、やった人誰もいませんよ。円が紙くずになるのは僕のとこ持ってきてくださいって言ってるんですけどね、誰も持ってこねえんだよな、なんでだろうな。やっぱりちょっと教養が危機に瀕してんのかなというふうにね、ちょっと思いましたね。皆さんもね、円が紙くずになるなんて言ってる人見つけたらね、じゃあその紙くずの円ね、お預かりしてポケットティッシュと交換しますからみたいな話をね、ぜひしていただければというふうに思っております。桜井よしこ先生のね、このコメントね、本当に 100% 共感したいなというふうに思いました。ということで、今日の内容面白いなと思った人は高評価のボタンを押しておいてください。最後にチャンネル登録ね、よろしくお願いします。ガー。